ということですね。しかし本当にもう神挑戦者決定戦トップ8回数1位2位を争うぐらいの、ハレリアホープスの鈴池選手もトップ8回数かなり多いんですけど、多分鍵山選手か鈴池さんが1位じゃないかなと思うぐらいトップ8に入賞されています。まあ、そんな実力者を迎えてですが、この対戦する市川祐希選手も経歴という意味ではもう日本屈指のプレイヤーとなっています。プロツアートップ8 2回、そしてグランプリトップ8 9回、うち優勝4回という4回優勝した人はなかなかいないですからね。もう今回も強者のデッキ選択しましたというところもありまして、そして今回は2019年の抱負というところもお伺いしております。2018年最後の大会で来年の抱負を聞いているんですが、市川選手ボロ儲けと書いておりますさあ本日2019年の抱負の前に一つ儲けることができるかどうか、ここからの戦果にかかってくるわけですが、その期待の、大ゾロル、まずは5、4、先行はバントスピリット市川選手のスタートとなります。市川選手ね、ちょっと目がちっちゃかったんで、影山選手もうーこれに負けるかとちょっとドキドキしましたね。さあということで、いやこれけど改めてやっぱりこのデッキを選ぶ方もやっぱり難しいなと思いますね。またそのデッキが多岐にわたっていると、まあ、極端な相性差が出ているフォーマットがあればいいんですけど、そうですね、まあ、そういうフォーマット、まあ、デッキのばらつきがたくさんある環境だからこそ、その柔軟性っていうところにも重きを置いたデッキ残りやすいですよね。そうですね、まあ、なので片方がもう絶対相性が悪すぎるとかだと逆に割り切ってもスッと決められると思うんですけど、まあ、今回はもしかするとそれに該当したかもしれないですね。赤タンプリズン対デルバー、先手が約束されてるんならレガシーを選ぶこともあり得たかなと思うんですけど、まあ、そういった難しい判断があってモダンを選択、そして市川祐希選手はまずはワンマリガンからスタート、影山選手はこの7枚で納得したようです。このプレイヤープロフィール、本当に毎回毎回ね、僕も興味深くね見させていただいているんですけど、はい、本当にここも個性出ますよね。そうですね、結構公式のやつでもこれを一番楽しみにしているという人もいるぐらい人気のコンテンツですが、先ほどラウンド13、14とデスタク使っていた山下選手なんかは、はい、今日モダン遅刻で不先輩が1回あったということで、すごいですよね。ですが2位通過という素晴らしい成績になっています。だから今日それ以外ほとんど負けてないんじゃないかっていうぐらい、要するにそういうことですよね。ですよね。そしてデスタクも本当にプレー見させていただいて素晴らしかったんですが、はい、1年間待ち続けたデッキですと、良い先生がいたのでというところで、6勝1敗、2019年の抱負は名を広めると。なんかねちょっとねいろんな可能性考えますね、こういうプロフィール書いていただきますと。さあバントスピリット対リビングエンド、まあ、メインは難しいという話してましたが、やはりリビングエンドのフィニッシュっていうところが止められないところがポイントですか。そうですね、なかなかもう止める手段が限定的、もう限られているので、そこが引けるかどうかっていった勝負になりやすい。さあ2回目の手札もこれには納得しません、ダブルマリガンです。ちょっと土地が両方7枚6枚ともに土地がなかったような手札に見えました。逆にサイドボード後まで考えると、そうですね、サイドまで見ると、はい、対策は充実してますね。安らかな眠りも3枚取っています。それに対応する形で、まあ、それを触れないというのが理想になってるんですかね。いや触れるかもしれないんですけど、あのサリアもありますし、打ち消し呪文もありますし、枚数自体がかなり増えるので、お、しかし影山選手が触れないですかね。お、うん、3マナのビーストウィズウィンが入っていない。あ、すごい、確かに影山選手のリビングエンドエンチャントに触る手段を全て排したリスクになっていると。あ、本当ですね、サイドボード5まで含めてもエンチャントに触れない。あ、これは確かに、しめしめレストインピース、そのまま勝敗に影響出るかもしれません。今回影山選手チアミ髪のエルフが入ってる、なかなか珍しいリストを使ってらっしゃるんですけど、本当に一昔前のというかリビングエンドが最初期に出たぐらいのリストに近いですかね。チアミ髪のエルフは本当にけどなかなかもう、大体はね3コストの、そうですね、カードで全く続勝で済むというところもあるんですが、すごいですね。また本当にもうリビングエンドをずっと使ってきてるプレイヤーで、なおかつ結果も残しているので、またチアミガミのエルフメインから採用というところで、単純に墓地を使わない勝ち方も狙えるんですかね。まあそうですね、リビングエンドは結構クリーチャーを普通に出して出して殴って殴ってみたいな、単純に打撃力結構ありますからね。そうですね、
なので墓地対策だけしてるとその盤面のクリーチャーにやられてしまうみたいな、うん、さあ5枚になりました。市川選手この手札で納得するか考えます。さあこれをどうする。5枚の手札です。さあこのバントスピリット強者のデッキとしてそのデッキパワーを見てそしてご自身の RPTQ 突破デッキでもあります、はい、ただこのような難しい手札は RPTQ でもそして本日の戦いの中でももしかしたらなかったかもしれません。さあただこれキープ自体はもうしてますかね、うんうん、今スタート待ちですかね。さあ本日もたくさんのプレイヤーの方々がこの決勝戦を見にそしてその合間でねマジックをプレイするためにというところでお越しいただいております。スタートは地平線の小杖から。さあここで一歩遅れてなんですが強手引いてきました。ちょっと青マナがなかったことも含めてで手札に、霊廟の放浪者1マナ11のスピリットがいるので次のターンに展開しながら、まあ、最低限は相手を妨害しながら、うん、さあそして影山選手は着々とサイクリングを行っていきます。このメインボード続勝が入ると一気に盤面がひっくり返るんですがそれまでにサイクリングを何枚できるかというところが大きく破壊力に影響が出てきます。あ市川選手けどダブルマリガンにしてはもう今呪文トライも引いたように見えたの で、これ強襲しっかり生きる流れになりました。さあ最速でサイクリングを行えるかどうかというところです。霊廟に関してもこれ単純な続勝に関しては打ち消せる構えができてます ね、シミアンスピリットガイドがいないと現状かわすことができない。そして手札には含まれているかどうか微妙なラインでした。続勝カードはありましたね。さあこのスピリットもちろん単純なダメージというところもさることながらクロックパーミッション的な動きもできるということでこういった状況先に盤面を作れる状況においては優位に働いていく可能性があります。さあ影山選手考えます。ここからプレッシャーどのように仕掛けていくのか。さあ岡本出して大爆発ですかね。これで先に縛りに行く3マナ構えられるのが一番やばいというところが。そうですねやはりあのカードがただフェッチいやいいですね。これは押し切れるか。うん、完全構えてますね。ハンドはファストイグザイルと呪文トライ。さあいつ影山選手は発射するのかというところまで来ていますがただ影山選手も今ちらっと見えた感じ続勝スペルをちゃんと2枚持っているので表裏まずはそうですね。さあインスタントで進める赤緑続勝からのスタートです。ただこれは続勝のカードを見てから打ち消すかどうかが決められます。要するにリビングエンドを打ち消すという判断をするかどうか。もちろんしていかないとクロックが上がっていきませんので。さあ丁寧なカードのめくり方からたどり着いたのはシセルセ。そうですね、影山選手ならではの特徴として普通リビングエンドって大体3枚なんですけど、はい、影山選手は基本的に多分おそらく一貫してずっと2枚のリストを使っているのでちょっとめくれ方が他のリストと比べると多いっていうのがあるかもしれないです。なるほど、まあ、表裏一発打てればいいっていう判断なんですね。そうですね。さあここでも赤黒の方もあります。
さあここさあ、うん、最後の1枚となります。このイケルチセルセ、それに対応して打ち消しを宣言します。これは墓地にクリーチャーを送る行為です。2枚送れる。そしてそれをフェアリーの忌むものでリムーブ。さあ呪文トライは一応唱えるかどうか選んで用意なので、もちろんこれは唱えないと。青マナも不正でこれで盤石といったところ。リビングエンド、まずはメインボードしっかり刺さりました。これにはもうお手上げ。やっぱり順調に回るとそうですね、こういう展開になります。市川選手ももう少し手札が多くて相手に干渉できるとか、インスタントで何かもうちょっと動けるアクションがあると、うん、霊廟の放浪者が機能したりして、うん、っていうのも考えられましたけどね。ちょっとやっぱり初手が少なかったのが、もう5枚の中では最高の動きができていたんですけど、まあ、ダブルマリガンというところも踏まえて、そしてメインボードというところも踏まえて、まあ、役落としを最初にできたかというところですかね。まあ、勝負はここからですね、やっぱり、うん、影山選手にとっても厳しくなってくるサイドボード5、はい、本日は準々決勝、そして準決勝は日本選手、決勝戦に関しましては3本選手でお送りします。このラウンドに関しましては市川選手あと1本落とすと準々決勝敗退が決まる、そういった準々決勝の一戦となっております。まあ、まずはねここに関しては、まあ、メインボードでの妨害手段、まあ、いくばくかはあるとはいえ、はい、やはり通ってしまうと、そっちを並べられてしまうとというところですかね。逆に影山選手ここからのサイドボード本当に鬼門になってきますよね。まあ、ただもう相手のクリーチャーをかなり殺しながら攻めるプランですかね、うんうん、叫び大口と神々の憤怒で相手を妨害しながら、まあ、レストインピースがある場合は普通に殴って、うん、なんとか押し切りたい。このシセルセを通すためのサイドボーディングではなくて、単純にカードのバリューで戦っていく、そうですね、そのサイドボードの方が有効という判断です。やったら本当にビーストウィズインを75枚から抜き切るというのはすごい決断ですよね。本当にやり込んでないと絶対にできないような、ただコピーしただけでは思いつかない、うん。まあ、先ほどねこのマッチアップ、トップ8のマッチアップ見たときに津村さんもね、あの影山さんっていうお話もしてましたが、そうそうリビングエンドでおなじみの、まあそうですね、メインボードに関しては全然有利とまでは言えないような、はい、もう放浪、霊廟の放浪者と呪文トラエがなかったら干渉できないリストなので、はい、まあ、勝負は最後ですね、うん。もう影山さんのちょっと強さってどんなところにあります？どうですかね、けど本当にこれだけ同じデッキを使って今年の夏ぐらいだったと思うんですけど、うん、はい、あのモダンマジックオンラインでモダンチャレンジっていう、うん、まあ、モダンの大会の中で一番でかいぐらいの大会で、はい、もう毎回トップ8に入るぐらい、うん、やっぱ一つのデッキを使い込んで、しかもこういったビーストイズインを切ったりとかいろんな形ができる。で、対戦相手としてはやっぱりレストインピースがそれぐらい強烈に効くはずだっていう前提があるので、はい、じゃあそれがもし仮に効かないプランがそもそもあった場合にそれに対応できるのかっていう、今回はリスト公開なんで、もしかすると市川さんのそういう風なプランもちゃんと踏まえてプレーとかするかもしれませんけど、まあ、とはいえ普段だったらあっさりレストインピース1枚でそれを守ったら勝つようなマッチのはずがそうできなかった時は普通は対応しきれないですね。やっぱり一般的なリストとプランが全く違うっていうのは。なるほど。さあ今コメント欄の方でも、はい、レガシーの相性はどうだったのかというお話をいただいているんですが、影山選手は赤タンプリズン、そして市川選手はグリクシスデルバーですかね。そうですね、これはまあ僕が、グリクシスで先手が確実に取れる、うん、あの予選ラウンドの順位が上だったら先手っていうルールだったらこっちでももしかしたらよかったかなと、うん、思考囲い2枚、呪文ツランデキ2枚、はい、デイズ4枚、フォースウィル4枚って入ってるんで、うん、先手だったら相手の1の矢2の矢を結構さばき合えるかなと思うんですけど、問題は後攻を引いた時に相手の1ターン目のアクションが止められるかどうかということですね。そうですね、それに関して言えばもう本当にフォースオビルしかないんで、ダイスに負けた瞬間勝率がマッチを通して1本目と3本目にそれが訪れるので、まあ、ちょっとそれが不利だという判断だったんじゃないかなと。あとはモダンのサイド後の方が戦いやすいと、
その先手後手で 1-2 か 2-1 か決まる勝負よりもサイドボード後で2立てができるこのモダンの方を市川選手が選択したという判断になります。さあ今回レストインピース安らかな眠りこれを処理する方法が影山選手のリビングエンドには含まれていないというところが市川選手の突破口になるか、それとも影山選手がそれを上回って圧倒的な暴力で勝ち続けるのかというところが見どころになってくるわけなんですが、まあ、もう数年間にわたって使い続けている影山選手がレストインピースやら、うん、国の力戦の恐ろしさを知らないはずがないので まず食らってないわけないですよね。そうですね。しかも今比較的墓地対策が結構濃い時期といいますか、墓地を使ったデッキがまあまあ強い時なので、その上でこの判断をしているっていうのは本当に注目ですよね。まあ、プラスアルファで市川選手のバントスピード、市川選手がモダンに踏み込んだっていうところはもうご自身の単純に連動の部分もありますかね。はい、いや市川選手はレガシーももうバリバリ、まあ、元々本当にレガシー出身ぐらいのレガシーで花開いたプレイヤーなので、そのモダンとレガシーに関してはそこまで、うん、もしかするとレガシーの方が得意な可能性もあるかなと思うぐらいですけど、まあ、デルバデッキの年季っていうところは本当に凄まじいところありますから ね、もう一貫してずっとデルバ系を使ってますし、うん、まあ、バンドスピリットの方が直近の RPTK に向けて、うん、ここ最近で言えば練習量は多かったかもしれないですけど、うん、そんな中で大丈夫ですかね。ちょっとめくれちゃったか。もう一度シャッフルして相手にデッキを渡します。ここもちょっとマリガン厳しくしていかないと厳しい、うん、市川選手辛いですかね。そうですね、やっぱりもう真っ向からぶつかるとコンボ食らってしまうので、うん、まあ、ただサイドボード後はもうそもそも対抗する枚数自体が相当に増えているので、そもそもキープしやすい反応が来るんじゃないかなと、うん、安らかな眠りの他にもサリアですとか、まあ、こういったカードがね、そうですね、打ち消し呪文もありますし、そうですね、市川選手といえば金すれの印象あるという話もありますが、ラスト3に関しましてはグリクス・デルバーもね、本当にさまざまな場面で使っているイメージもあります。エターナルイベントも市川選手制していますので、確か連覇した気がするんですよね。カナスレか何か忘れましたけど、確かカナスレだった気がしますね。そしてその後プロツアーシーンに出て輝かしい成績を残しました。市川選手 GP のリミテッドも、GP の優勝もリミテッドもありますし、はい、構築も多いですし、もうオールスター、もうオールマイティなプレイヤーですよね。そうですね、本当になんか苦手がないプレイヤーというか、まあ、ちょっとあのリミテッドプロツアーでは苦手という発言も聞きますけど、うん、まあ、でもそのレベルの苦手って普通の人の得意ですからね、うん、そうですねその上位勢と比べて、まあ、見比べてというところができます。さあ影山選手ここでワンマリガン手裏にリビングエイド残っています。いやちょっと苦しそうですね。ここしかないですね。サイクリングはまあしっかりあるんですけど、うん、コラガンの命令土地1枚サイクリングシセル製、あともう1枚がちょっと見えないんですが、これ神々の噴霧ですかね。ちょっと除去にも見えますけど赤いカード、そうですね、明確に得意なのは構築だと思うんですけど、うん、まあ、苦手とおっしゃりつつもリミテッドのグランプリも制していると、うん、そうですね、先ほどの場面中隊打つかどうかですけど、まあ、仮に中隊があったとしたら打ったと思います、うん、もうやっぱりリビングエンドが通った後に中退で打点で上回ることはなかなか難しいので、ライフ差は結構あったと思いますけど、まあ、そこをねしっかり埋めれる手段があるのであればどんどんね積極的にチャンスをつかみに行くっていうことですよね。リミテグランプリ2勝の津村さんどうですか？うん、まあ、僕もねリミテッドは最近はもうパックを開けてパックを作ると言われてますからねデッキ作ってくださいよパックじゃなくてデッキを作るゲームですよと。さあこの手札どうだ、まだ土地がないか。そうですね、今回はゼロ枚に見えますね。シニアスピリットガイドは見えるんですけど土地が。さあここに来て影山選手大ブレーキ、結局のところその中隊を打って打ち消し呪文が、はい、まあ、あのさっきの場合は霊廟の放浪者がいたんでありましたね。
さあダブルマリガンからのスタート、市川選手はここでまずは1本取ってゴムの状態に戻したいところです。今回は土地に関しましても薬瓶からのスタートということで上々もう100点満点と言っていいですかね。そうですね、やっぱ1ターン目このカードが置けると。そしてここでラウンド1枚引き当てましたか。そうですね、草の下か。手札もかなり強い。おー、いいですね。確かに手札すごい充実。聖トラフト、サイドイン、そして呪文トラエが2枚見えます。素晴らしいですね。この思考のゲースピリットのロードということなんですが、このカードもちょっとこれまでのロードと段違いの強さですよね。強いですね、まあ、最初見たとき本当にここまで強いカードだったら正直思いませんでしたけど、これ1枚でね最強の種族変わったってお話もね、そうですね、されてますもんね。もうこいつが出る直前までは人間デッキが間違いなく種族デッキで最強だったんですけど、もうこいつが出てそれが一変しましたね。このサイドボードに関しまして、そのレストインピースおそらく入れてると思うんですけども、はい、まあ、それを探すマリガンの方がいいのかどうかっていうところはいかがでしょうか。まあ、そこまでしなくていいと思いますね。本当にサイドボードから対抗手段自体が枚数がかなり増えてるんで、はい、そこまでするほどのデッキではないと思います。サイド5はまずここで呪文トライ構えられている、まあ、相手の3ターン目にかぶせる形で自身が先に3ターン目迎えられるのが大きいですよね。そうですね。なおかつ、まあ、先行の場合は霊廟もありますので、相手が3ターン目に仕掛けてくるっていう動きがそもそも取りづらい、まあ、もちろんサイクリングの、ね、具合ですとかシミアンスピリットガイド、エンジンの指導例の枚数にもよるんですが、まあ、ここの兼ね合いが非常に大きいと。まあ、デッキ相性もう本当にレストインピースが引けないぐらい相性が悪い、または相手が壊せないこと、まあ、ただ相手が壊せないリストにしてるってことは僕は壊せなくても勝てる、まあ、もちろんこういったリビングエンド僕は自身は回したことがないんですけど、はい、影山さんがその出されたから投了するようなデッキリストに仕上げてくるはずがないので、出されてももちろんレストインピースを出されても戦えるデッキリストだと考えるのが自然なので、例えば3回マリガンしてレストインピース1枚土地3枚みたいな、はい、まあ、そこまで極端じゃなくてもいいんですけど、そういったハンドで勝てるとは思えないんですよね。うん、特に今のモダン環境は墓地を使うデッキっていうのが多岐にわたってますよね。はい、そうですね、非常に強いので。ということはそもそも墓地を利用するデッキに対してのガードっていうのも下がらない状況になっている、はい、そんな中でリビングエンドで非常にいい成績をここまで残してきているっていうことが何よりの証明になってるってことですよね。そうですね。さあ、あと今市川さんの細かいテクニックで注目だったのが、薬瓶を起動したけど何も出さなかったと、うん、薬瓶を起動していいですかって言って影山さんが、うん、ちょっと2で起動されるんだったらスタックで何かしようかなと、そういう誘いを仕掛けていると。実際手札に出すクリーチャーがなかったかどうかも今の時点では分かんないですけど、うん、この毎ターン薬瓶を確実に起動するというのも対戦相手を揺さぶっていく手段として有効な手段です。まあ、相手から動かせると、まあ、こっちの、ね、クロックも増えますし、まあ、特にバンドスピリットというのはもうこちらが望むタイミングで何かしてもらった方がいいんで、うん、今だと市川選手のターンに移る前、まあ、今3マナ浮いてるわけですけど、はい、ここで影山選手が仕掛けてくれた方が市川選手としてはがぜんやりやすいんで、うん、聖トラフトの霊が薬瓶から登場、クロックが一気に跳ね上がります。もう2パンは確定ですね。特に影山選手、市川選手からして、嫌なパターンでいうと、やっぱり自分のターン終了時に仕掛けられて、うん、メインでもう一回仕掛けられてそっちが通ってしまうっていう状態が一番嫌なので、その表裏プランは積極的にね影山選手も狙っていきたいところなんですけども、ね、ただ問題は市川選手の呪文トライが手札に2枚あることです。そうですね、これをもうクロックが2ターンという中で、いや、このトラフトはいいですね、うん、打点があまりにも、もう単体で2番なんで、
さあ殴っていいですかと。さあここで天使トークも出てきます。ここで暴発、うん、さあこれに対してまずはマナを払っての呪文トライです。ダメージがとんでもないことになっています。トラフト自体が3点4点の1点で計8点分、残りワンパン。天使トークン1体通ると影山選手このゲームを落とすことになります。ここどうですかね、ちょっと薬瓶からとマナを払ってだとどっちがいいか。一応薬瓶を残してしまうと中パイカジリっていうカードがあるんですけど、まあ、そこから先に起動がっていうこともありますよね。そうですね、中パイカジリ出されて薬瓶を対象に取られると薬瓶がもうなくなるか薬瓶を起動するかしかなくなっちゃうんで、まあ、もしかすると今のところはマナを起こしておいた方が安全だったかもしれないです。中パイカジリ自体はなんと1コストでアーティファクトを壊せる。そうですね、あの5マナ33のクリーチャーなんですけど、うん、1マナでプレイすることもできる。ただここは引きませんでした。そうですね、多分薬瓶から入った方が安全だった気はします。さあここサイドボーディングも全部見えてしまうっていうところもこのリビングエンドの一つの特徴になるんですが、叫び大口もやっぱりフル投入されてますね。そうですね、もう除去プラン、そ中パイかじりじゃない中パイカジリ。ごめんなさい、中パイカジリは。中パイカジリはなんかあの2マナ22のゴブリン。僕しかもこれ毎回やってる気がするこの間違い。なんかイフ付きみたいなやつですよね。そうそうそう、5マナ22のゴブリンでゴブリン見せると2マナになる、はい、中パイカジリ朝原さんが好きなやつです失礼しました好きだったやつかもしれないですね。さあちょっとすいません、名前を間違えてる間に、はい、市川選手が2枚目の呪文トライで2枚目の姿勢性も捉えて勝利しました、うん、はい、スピリットにではなくリビングエンドの側に仲介かじりが入っていると、あれもそのまま1マナでそのまま墓地に行くのでリビングエンドと相性のいいカードになります。大爆発の場合はほとんどマナが足りないと思うんですよね。3マナしかなかったんでセットランドしてシミアンスピリットガイド、シミアンスピリットガイド、大爆発、続傷じゃないと足りないんで、うん、ハードルが高いんですよね。中パイクスネらしいです。あ、すいません、全然違う、混じってるんですよ。だからカジリに引っ張る。はい、ありがとうございます。インゴット中ははい、ありがとうございます。中海カジリ、これもあれですね、サイロクのイラストのものを影山選手が使っていて、またね新鮮な気持ちで見れますね。こちらの方が、影山選手が要求されるハードルがぐっと低かったんで、うん、ランド4枚と仲介かじりと、はい、続傷カードだけだったんで、うん、シミアスピリットガイドが必要な枚数が全然違う。また現状でレストインピースを市川選手使わずとも勝てるというところを見せてくれました。そうですね、今のは本当にかなり引きも良かったですけど、うん、お互いにちょっと自己気味の手札ダブルマリガンから1本ずつ落としています、うん、ただがぜん元気が出てくるのは市川選手の側か。さあ現状サイドボーディングレストインピースもやはり入ってますね、しっかりね、まあ、もちろんデッキが公開されているというところで影山選手も警戒を怠らないというところなんですが、そもそも警戒ができない。そうですね、壊すカードが入っていない、うん、ちょっと高校ということで生徒ラフトの例少し有用じゃなくなるかどうかというところもあるんですが、うん、まあ、ちょっと出しづらいですよね、うん、基本的には、影山選手もずっとマナを起こしてて、メインエンドで、あ、エンドとメインで仕掛けてきたりとかするんで、うん、出したターンが隙が大きすぎると、まあ、あの薬瓶があればその限りではないんですけど、毎回毎回薬瓶があるわけでもないですし、先手と後手の差は結構あるかもしれないですね。そのアーティファクトを壊す手段としてコラガンの命令と仲介かじり、まあ、ここら辺をうまく組み合わせてね。そうですね、なんとか影山選手もプレッシャーをかけていきたいところです。うん、さあ市川祐希の
ボロ儲け、まずはそのための第一歩。そして影山選手も名を広めたいというところ、そのきっかけ作りになるのか、2019年の抱負を2018年のうちにまずは一つ達成することができるでしょうか。そのためには落とすことができない準々決勝、第3ゲームが間もなく開始いたします。そうですね、聖ドラフトの例はやっぱりマナが増えていったとしてもちょっと隙が大きいので、もう3ターン目以降はずっと出しづらいみたいな、無駄カードになりやすいですからね。さあこのハンド、市川選手土地はバッチリ、そして一番奥のカードがレストインピースに見えましたが、どうでしょうか。霊魂でしたね、もう本当に純粋なクリーチャーしかいないハンドでしたね。それであれば手札はもうキープできないという判断でした。薬瓶もないとやっぱり厳しいですかね。やっぱ先手ということでちょっと要求される厳しさが変わると思いますね。呪文トラエレベルここら辺でやはり時間を作りたい。そうですね、後手だとやっぱりレストインピースが欲しい、より欲しいかなと思いますね。相手が仕掛けてくる速度も速いんで、サイクリングをして墓地を肥やすっていう準備の時間があるとはいえ、時間を与えるのかなり危険ですよね。そうですね、まあ、あとはやっぱりこっち側もクロックを対して用意できてない状態でその状況まで行くとほぼ、いつかはやっぱこっちも仕掛けなきゃいけないんで、はい、そうなると要求値もう思いのほか高そうですね。そうですね、そしてワンマリガンによってそのハードルはさらに高いものになっていきます。続いての6枚満足いくものか、教師はありました、トラフト中退、そしてこれはキープを選択です。もう対策カードがない中ではもう最上級と言っていいかもしれませんね。まあ、ちょっと後手なのが、お、しかし戦術も上、ここでランドを引き当てます。手札はもう妨害手段がない以外は完璧な、そして影山選手ここはサイクリングできるかどうかというところも、まあ、多分ここでもうダメージ受けない土地持ってきてるんでサイクリングありそうですけどね、これ土地自体もねかなり切り詰めた20枚というリストになってるんですが、このサイクリングの量によって本当にねデッキが安定しますよね。そうですね、それもリビングエンドの強みの一つです。相手の強襲を受けてここからドローを続けていきたいところなんですが、エンジンの指導例、そして踏み鳴らされるうち、まあ、土地を連続で引いています。ただ五色人間は結構あの墓地対策系のエンチャントはあんまり入ってないことが多いですね、ちょっと土地構成がいびつなのでクリーチャーじゃない呪文を採用しづらいっていう欠点が、なるほどなるほど、まあ、ただ墓地使った強いデッキが多いんでそれでも採用してるプレイヤーも出てきましたけど、基本的にはちょっと入れられない。モダンは本当にサイドボード足んないですね。そうですね、ただ人間デッキは本当にマナベースが、お、これはまさか、お、引いている、今引き当てましたね。さあここでベストインピース即張り、これが壊せないのは知っているぞというプレー、クロックよりも優先してまずは取りに行きます。これはもう戦術で上に置けたのは土地だったんで、その次が劇的ですね。もちろんサイドボードから3枚採用されているんですが、これがあるなしでは相手のデッキの破壊力が変わってきます。もうとりあえずこれでリビングエンドはただの全体除去に成り下がってしまったので、さっきまではもうゲームを決める1枚でしたけど、さあただこれはもう影山選手としてはある程度は織り込み済みだとは思うので、ここからどうゲームプランを組み立てていくか。さあここは静かに静かに土地を並べるのみという選択です。これここから先サイクリングしすぎると勝ちに行くカードもなくなっていく難しい選択ですね、リビングエンド。まあ、ただあの
もうここで思い描いてるプランは絶対にあると思うので、うん、サイクリングがそれに必要なのか、それとも攻撃クリーチャーとして必要なのか、それを見極めながら。そうですね、ただの全体状況十分強いんですけど、やっぱりその通した時にもういきなり負けが確定するかどうかって大きな違いなので、うん、そしてここで守護された中隊、まあ、そうだ、叩きつけていきました。ドラフトがめくれる、おーロードもいる、まあ、ただ一応現時点では隙だらけといった格好ですが、ここで対応があるかどうか。これは一度リセットをかけざるを得ない。ここサイクリング探しています。赤緑属性が手札に含まれない。さあこれはアンタップしてしまいました。いやーこっからどうなるか。次のターン、まあ、インスタントでの属性がなかったことで、次のターンのメインでの属性を通さないと、そもそもトラフトがきつすぎる。これはロード2体目。これ市川選手も手札に他にどれぐらい余力があるのか。これで8点です。失礼、10点です。残り8。さあとりあえずもう一回流さないと到底耐えられない。残り8、ちょっとブロッカー1体だけではどうやっても死んでしまうので、うん、あ、なるほど、市川選手ロード2体並べたのはとりあえず神々の憤怒はまずは避けていきたい。そうですね、これだと今442424になっています。沼からサイクリングしたのは、あれですね、市川選手がターン終了時に中隊を打ってその後だったんで、総サリが唱えられないから、うん、まあ黒を使用するインスタントがないっていうところですよね。そうですね、まあ、ちょっとサイクリング黒いのを引いちゃったのですが、うん、赤緑ってマナを使う場合は対戦相手1点もあげないように。さあ今シミアンシュッとね取り除こうかなというところで急いで急ぎ戻りましたが、そうですね、カード名をご覧いただければ分かるんですけど、普通は集合するらしいので、僕のはあんまりしませんでしたが、悲しいさあ市川選手のはもう完璧な集合する集体でしたね。いやここは影山選手としては難しいですが、ちょっとまあ他に対抗手段なさそうですけどね、もう1回流さないと。さあ打ち消し構えられているのがどうかというところもあるんですが、もうそれまで考えているとどうしようもないでしょう。まあ、ちょっと思考の原因を追加してきたのが、その打ち消し呪文構えてますぜという、うん、なんか大胆な黒くの上げ方ですよね。まあ、ただどちらかというと多分手札を見た感じ、神々の憤怒だけはケアしようっていう風に、うん、まあ、あと本当に全体軸がなかった場合、次のターン確実に勝てるんで、これだと。さあただ全体軸があるとしたら、ここはもう挑戦しないと。さあ影山選手ここはチャレンジです。安らかな眠りによって封じられた墓地、それを超えられるかどうか。リビングエンド使い込んでここまで勝ち上がってきていますが、準々決勝いよいよ窮地に立たされています。さあこれが通りました。いやけどこれはまだこうなるとがぜんわからないですね。問題は市川選手の手札が聖トラフトの例、いやただ聖トラフトの例だと残り8点を削るまでにブロッカーが出てきて止まるんで、うん、
そこが問題ですよね。そうですね。だからこうなると影山選手手札にはもうクリーチャーは山のようにあるので、草ドラフト突入、そして薬瓶も置きました。もう全部出しましたね、手札はゼロにして。こうやって考えるとリビングエンドがレストインピースと組み合わさってまた全体除去として機能するからそれで問題ないという判断、相手の消耗戦を狙える。そうですね、もうここまで来てしまえば今手札さ見てもらえば分かるんですけど、うん、あ、なるほど、アップキープに打ったんですね。あれ最後の1枚だったんで引いてしまわないように、はいはい、ちょっと5枚目の土地がなさそうに見えるんですけど、まあ、シミアンスピリットガイドも使えば、うん、さあここで霊廟スリビンからのスタートです。これは完全に逆転にしましたね。影山選手も沼を引くとイフニルの魔人も手札に見えるので、ちょっと黒が今ないんですけど、さあここ引けません。さあレビュー、うん、いや、ただちょっと今ライフ的にも追い詰められているのは市川選手かなと、うん、もうこのまま影山選手が土地を引き込んで手札のクリーチャーをダンプし始めると市川選手も受けきれないと思うので、これ飛行を止めるためのフェアリーのインフものもちょっとプレーができないというところにはなっています。今フェアリーの意味もの2枚とシドーレ、シミアンスピリットガイド、そして通りの悪霊と、そしてその他という手裏になりました、うん、ここちょっとトップデックし続けられるかどうかですね、市川選手。影山選手コラガンの命令を持ってるんで、うんうんうん、あ、持ってますね。どうするか、ここで打ちまくるか、うん、シミアンまで使うと一応盤面、薬瓶と霊廟どっちも葬ることができるんですが、うん、薬瓶のもう重みが、うん、そうですね。ここはディスカードですね、ダメージディスカード。さあここにシミアンを当てて霊廟の能力をかわして市川選手のドローをなくしました、実質。さあしかしまだ引かないかこれは悪霊行きますね。行きましたね、6。ここも引かない。あ、しかしこれもまたコラガンの命令なのでドローステップにもう一回、うん、あとは通りの悪霊あと2枚あるんですがライフが6という、ここはディスカードもう一発打ちます。ここは2枚目のレストインピースでした。いやすごいですね、もう本当に今条件は影山選手の方が圧倒的に緩いですね。もう黒マナを引くだけで、あ、引きまし た。ここで残り4、ここでさあドラウグルの隊長、これも 2-2 飛行で2回通るかというところなんですが、いやもうここから本当に手札のクリーチャーをバン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 出していって、うん、市川選手の、展開次第ではもう薬瓶もないんでトリッキーな展開は中退ぐらいに限られてくるんで、うん、市川選手の一番手前の土地はムアーランドです。ただこれも墓地がもうないので、はい、レストインピース、地震が張ったレストインピースによって墓地がないので使うことができないです。魔人の一発、影山選手手札にはディスカードできるカードが大量にあるので、もうその気になればマイナス3まではいつでも行くことができます、うん、ここはブロッカーを立てます。さあ我慢が実を結びました。影山選手が一歩ずつ歩を進めます。もう一発、一発では倒されないというところをここで呪文トラへ
さあここで影山選手ちょっとどうでしょう。これ今いやただマイナス2まではできますね。通りのアクリを1枚、うん、通りのアクリを2枚とフェアリーの意味物っていう手札だと思うんで、通りのアクリを1枚とフェアリーの意味物、意味物ターゲットなくても打てますかね。確か大丈夫、アップトゥーだったんで、うん、ゴリラは追放なんで残念ながら、ね、ちょっとあの追放、手が震えながらの、いや緊張しますね。ここはもうあと数ターンで決着するんで、うん、ここでのドローは島です。サージュモントライ現在3-4、問題なく殴れるという判断。さあペイツ残りライフが2。ああそしてサイクリングが続く。これで一方を取れました。サシミアンが復活してこれに対抗する術がありません。残り体力8、残りライフを削り切るのはもう容易なタイミングまで来たか。島しかなかった市川祐希。いや素晴らしいですね。2ターン目レストインピース、3ターン目中退、もうまさしくレストインピースが張られたらどうやって勝つのと、もう僕らも全員が疑問視していた展開だったわけですけど、これが答えだと。